ヤマタノオロチ、諸悪の根源であり、この世に不幸をもたらす8個の頭を持つ巨大な蛇。今現在、ヤマタノオロチは三種の神器である草薙の剣、ヤタの鏡、ヤサカニの勾玉によってとある地下深くで永遠に封印されている。ヤマタノオロチ、こんなところに隠されていたか。が、今は三種の神器によって封印されている。しかし、このヤマタノオーブの中に負のエネルギーを溜め込めば、ヤマタノオロチを復活させられる。このエネルギーは人間の負の感情を呼び起こすことで、ヤマタノオーブに負の力を貯めることができる。だが、ヤマタノオロチを復活させるだけの闇のエネルギー、そうそう貯まるものではないな。ん？こいつの名前は確か、すまないとか言ったか。ふっ、光のエネルギーの塊である。こいつを闇に落とせば、大量の負のエネルギーが手に入るだろう。すまない先生が闇に落ちてほしくないという人は、チャンネル登録と高評価、よろしく！俺の鼓動も速くなる、燃えたぎる血潮、止めどなく溢れる想い、止まらないぜ。そびえ立つ壁、飛び越えて、今日も走り続ける。とどろけ勝利の街、曇り空突き破り、戦え世界のためサンライズビクトリー。何？サライ！みんな怪我はないか？楽勝だったぜ。すべて私の計算通りでしたね。ま、悪くはないといったところで。それにしてもなかなかいい連携だったな。めんどくさかったぜ。帰ったら寝るか。あれ、そういえばミスターマネーはどこ行った？はあ、よくやったお前たち。おい、何もしてねえじゃねえか。戦わないなら何しに来たんだ？俺が出るまでもなかったということだ。へっ、ザコは引っ込んでね。ザコと言ったか。この俺はメガネを外せば無敵。正直危なかった。こんなんじゃみんなを守れない。ああ、ウォーデンを倒すのは一苦労だったな。けどウォーデンに手こずってるようじゃまだまだダメだな。もっと強くならないと。ん、あ、そうか、もう午後になっていたか。みんな帰る時間だな。よし、じゃあ見送りしていこう。はい、さようなら。すまない先生。ん、よかったら今度剣術を教えてください。いいとも。でもまた今度ね。これから会議があるからね。やばいやばい、みんなを待たせてしまっている。急げ急げ。エレベーターを使って。すまない。さーて、地下の会議室にはみんな集まってるかな。の、そろそろ到着だな。着いた着いた。よし、扉を開けて。全員いるかな。ん、あ、全員いるじゃないか。すまない、少し遅れた。何か闇の反応はあるか？特にはありませんが、ものすごく小さな反応ならあります。こちらです。これだけ小さければ放っておいて大丈夫かな。あのサイズなら
放っておいても問題はないでしょう。わざわざ言って何もなかったら面倒くせえからね。そうだな。よし、じゃあ僕一人で行ってくる。君たちはもう今日は解散だ。おお、水の中めちゃくちゃ綺麗だな。こんなところに本当負の原因があるのか。ま、反応が出たのは確かだからここを探索していこう。ま、陸地が見えたと。上陸。うん、いい天気。じゃあスキューバスーツを一旦外してと。おお、これはまた大自然だな。任務がなければここで遊びたいぐらいだ。さあ負のエネルギーの発生源を調べに行こう。あ、牛さんたちがいるな。それに玉ねぎとキャベツ、トマトがあるな。そうだ、結構長旅になりそうだからここにある素材を使ってハンバーガーを作ろう。そうと決まればまずはこれを壊して。キャベツだよな。キャベツは、あ、出てきた出てきた。続いてこの紫色の花は玉ねぎが出てくるんだよね。よし、じゃあお次はこの赤い花、これを壊すとなんとトマトが出てくる。さあ最後はこれを壊して小麦を回収していこう。さあ今回収した小麦を使ってパンを作ろう。ハンバーガーにはパンが必要だからね。そうしたら最後は牛さんの肉があればハンバーガーを作ることができる。さあダイヤモンドの剣に切り替えて、あ、ストライク、ほとり、ほとりストライク。よし、回収した牛の肉はまな板とダイヤモンドのナイフを取り出してここに置いてカッティングしていく。これで牛ひき肉を作ることができる。よし、こんなところかな。よし、ひき肉完成。じゃあ、あとはこのひき肉を焼くだけだな。カマンから焚き火を取り出してこれを設置して周りに置けば、あ、うまそう。これだけでうまそうだな。ひき肉に火を通していこう。さすがに生を食べたら腹壊しちゃうからね。お、いい感じいい感じ。ん、お、焼き上がった焼き上がった。さあこのひき肉を回収してと。あとはパンとビーフ、野菜を詰め込んで完成、ハンバーガー。いやー、こいつはうまそうだ。さあ食料は確保したから一旦装備を切り替えて焚き火を回収しておこう。さあこれで食料問題は解決だ。ん？あそこにいるのはハスクか。ま、負の原因ではなさそうだけど。ん？なんだ？あのゾンビは見たことないゾンビがいるな。ま、いや、ひとまずハスクを倒していこう。ナーストライク！よし、ストライク！ストライク！1体目！さあ2体目！ナーストライク！ストライク！2体目！さあ残るのはちょっと不気味なゾンビ。強いのか？あ、ストライク！めちゃくちゃ弱い。プラスなんか落とした。スカルクマッシュ。待って、なんだこのキノコ、まずすぎる。代わりにハンバーガー食べよう。うん、うまい。現地で作ったハンバーガー最高だな。あれがすまない先生か。ん？情報によると負の反応があったのはここだな。この大きな穴をちょっと調べてみるか。中に何かあるのか。ん？これはシュルカーボックス。まあ大したことないやつだな。負の原因はシュルカーボックスだったのか。へえ、こんなことだったらわざわざ足を運ぶ必要はなかったな。なんだ、急に様子がおかしいぞ。な、今のはモンスターがミュータント化したけど何もしてこない。あれ、襲ってこないのかな。ちょっとつついてみるか。あ、ストライク、ストライク、ストライク。ブオー、なんだなんだなんだ、こいつ足が速い。一旦距離を取らないとやばいぞ。てかどうして急にミュータントモンスターになったんだ。もしかして負のエネルギーでモンスターが活性化したのか。で、ち
ちょっと待って、おい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 、なんだなんだその数は、聞いてないぞ。このミュータントモンスター1体でシルカーボックス100体分ぐらいの仕事はしてるぞ。いくらなんでも多すぎだ。一個一個叩き落とさないと。って無理無理無理、さすがにこの数は無理だ。いった、まずい、このままだと勝てない。そこのあなた、これを使ってください。誰だ君は。てか危ないから下がってろ。気にせず、こちらの武器を合体させてください。武器を合体、ネザライトの剣にネザライトブロック、こんなのもらっちゃっていいのか。まあいいや、騙されたと思って。なんだこの剣は。すごい闇のエネルギーを感じるけど、これは力がみなぎってくる。なんだこれは。その剣には特殊能力があります。なるほど、確かにこれを使えば勝てるかもしれない。またやってきた。それをやられるとさすがに困ってしまうんだよな。けど今の僕にはこの最強の剣がある。特殊能力使ってみるか。行くぞ。これは剣を巨大化させ切り刻むことができる。なるほどなるほど、これがこの剣の能力ってわけか。どんどん使っていこう。敵の弾もほとんどがこうする。よし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 、これだったら勝てる。ああすまない。よし、敵の攻撃を全部消して、あとはあのシルカーボックスを倒すだけだ。ああすまない。一撃で敵を倒した。しかもなんか落としたな。なかなかの強敵だったな。さっきは助かった。僕の名前はすまない先生、君の名前は。私の名前はナイトメア。それよりこれで体力を回復してください。これは僕の大好きなステーキじゃないか。もしかして僕の好きなものとか知ってるのかな。うまい。そういえばさ、どうして助けてくれたんだ。それはですね、あなたがヤマタノオロチの子だからです。ヤマタノオロチの子、何を言ってるんだ。お忘れですか、あなたはヤマタノオロチの子ですよ。ふざけるな、僕はすまない一族のすまない先生だ。断じてヤマタノオロチの子じゃない。まあ無理もありません。突然このようなことを言われても信じられませんよね。信じるも何も、僕はすまない一族の。これは違う、僕はヘビ一族の人間じゃない。そうですか、それは残念です。君、さっき助けてくれたことは感謝するけど次はないからな。はい、ですが真実を知りたくなったのならまたここに来てください。私はいつでもいるので。ふう、やっと帰ってきた。それにしても今日のあれは一体何だったんだ。僕はヘビ一族なんかじゃない。すまない先生、すまない先生、すまない先生。ああすまない。すまない、ちょっとびっくりしてしまって。悪気はないんだ、許してくれ。今日はちょっと疲れてるみたいで、作戦会議室にある休憩室で休もう。あれはミスターブラック、まだ残っていたのか。すまない先生、大丈夫でしたか。え、何が。モニター越しで負のエネルギーが強まったのを確認したので。なあ、大丈夫だったよ。何か変ですよ。あ、いや、ちょっと疲れてるからかな。今日は休ませてもらうよ。ミスターブラックも早く休むんだぞ。ふう、今日は疲れたな。よし、早く寝て明日に備えるか。あなたはヘビ一族です。
確か今の夢は僕の小さい頃の記憶だ。なんで今になってあんな夢を見るんだ。さ、今日は学校休みだったよね。ん、すまない先生、おはようございます。どうしたんだい。今日は学校休みのはずだけど。すまない先生、よかったら建築教えてくれませんか。なあ、すまない、今日はちょっと予定があるからまた今度ね。今日は予定などなかったはずですが。休養ってことかな。ふう、ダメだ、今日の夢が頭から離れない。僕は本当にすまない一族なのか。真実を知りたくなったのならまたここに来てください。私はいつでもいるので。そんなはずはない、僕は絶対にヘビ一族なんかじゃない。けど一応確かめないと。真実が知りたくなったのですか。いや、確かめに来ただけだ。そうですか。では私についてきてください。あなたに真実をお伝えしましょう。ん、なんだこの場所は。見たことも聞いたこともない場所だな。ん、あれは扉があるな。あの先に進めばいいのか。さ、扉を開けるか。すまない。ん、ここはなんだかすごいところだな。なんだこのドア、なんか仕掛けありそうだな。なあ、一体どうすればいいんだ。すぐ左手に隠しドアのスイッチがあります。隠しドアのスイッチ、そんなの一体どこにあるんだ。ん、溝が、あったあった。なんだ、こんな場所があったなんて知らなかったな。でも一体何をする場所なんだ。すまない、ここは一体何をする場所なんだ。意味はすでにあります。ここはヘビ一族でしか入ることのできない場所。それはつまり。そう、あなたはヘビ一族だということですよ。ま、実際は誰でも入れるんですが、ここは私の幻術がかかりやすい場所ですからね。ここで、すまない先生の記憶をいじり、闇に落とす。さあ、あなたの本当の記憶を見に行きましょう。これは、僕の過去の記憶。ヤマタノオロチが、僕を生贄に。違います。あなたはもともと、ヘビ一族だった。それをすまない一族がヘビの国からあなたを誘拐してきたのです。なんだって。ですからこの時ヤマタノオロチはあなたを助けに来たのです。そんなバカな。ほら聞こえるでしょ、ヤマタノオロチがすまないを取り返しに来やがった。連れてこない方が良かったな。そんなバカな。そうか、僕はヘビ一族だったんだ。ようやく思い出されましたか。なら、すまない一族に今こそ復讐を。そうだな、じゃあひとまずまずはすまないスクールを破壊しに行くか。まあよく寝た、ネミー。あ、でも今日学校休みだよな。なんだか、おつぼってんじゃねえか。お前ら何してるんだ。俺たちの中で誰が一番強いのか話し合ってたんだ。はあ、当然俺だ。いや、お前はないだろ。ないな。ないな。マネーは最弱。はあ、メガネを取れば俺は最強。なんだ、地震か。いや、
何か破壊された音がした。まさか敵の襲撃。え、マジで。はあ、緊急事態発生だ。外で何が起こったのか確認しに行くぞ。お前たち俺についてくるがいい。それにしても地震ではなかった。何か巨大な生物でも来たのか。早く乗れ、時間がない。まったく、外では一体何が起こっているというのか。ここを直進して左手に曲がる。バカな、これは目の前一帯が更地になっている。学校も見事に破壊されている。一体誰がこんなこと。おい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 、こいつはかなりまずいぞ。一体どんな奴が来たんだ。ん、あそこにいるのはすまない先生ではないか。なるほど、このピンチに助けに来てくれた。いや、すでに敵を倒してしまったのかもしれないな、すまない先生。すまない先生、何がどうなってるんですか。思い出したんだ、僕は君たちの敵だ。何を言ってるんですか、すまない先生。君たちの敵、一体どういう意味ですか。言葉の通りさ、僕はすまない一族の人間ではなく、ヘビ一族の人間だ。だ、すまない先生がヘビ一族。そうだ、だから今から君たちを倒す。ちょ、やるしかないのか。ちょっと待て、なんだ。すまない先生、それはつまりこの俺を敵に回すということだぞ。それがどういう意味かわか。だ、ミスターマネ。だ、消えた。そこか。だ、どこだ。大丈夫か。ミスター赤ちゃん。これで終わりだ。何？覚醒したのか？時間切れか。やるじゃないか、ミスターマネー。けどもう終わりみたいだね。立ち上がってこないなら今度こそとどめを。
すまない先生、もう十分闇のエネルギーは集まりました。誰だ。これは一体どうしたのです。大丈夫ですか、ミスターマネ、ミスター赤ちゃん、ミスターバナナ。一体誰がこんなことを。とにかく一旦医務室に運ぶぜ。そうですね、ひとまず全員を安全なところに運びましょう。皆さん気絶しているだけのようですね。ミスターブラック、ミスターバナナ、一体何があったのです。すまない先生が闇に落ちて。そんなバカな。だが裏ですまない先生を操っている奴がいる。こいつだ。なるほど、こいつが黒幕ということですか。すまない先生は自分をヘビ一族だと言っていた。おそらく洗脳されている。なるほど、ならばその洗脳を解く必要がありますね。とは言ってもどうやって洗脳を解除したらいいんだ。ひとまずすまない先生の生まれ故郷に行ってみましょう。そこに行けば洗脳を解く方法がわかるかもしれません。なるほど、よし、じゃあ今からすまない先生の生まれ故郷に行こう。さ、この辺にすまない先生の故郷へとつながるトンネルがあるはずです。見つけました。あれですね、このまま道をまっすぐに進んで。なんだか敵の気配がしますね。え、敵なんていなくねえか。いいえ、見えにくいというだけで何体か敵がいます。こうなれば私が持ってきたスキャナーを使って敵がいるかどうかシステムで調べていきましょう。では敵をスキャニングしていきます。思ったより敵の反応が多いですね。このびっくりの三角マークが敵の目印です。助かったぜミスターブラック。ひとまず別のルートから行きましょう。さ、トンネル内部に着きました。何でしょうか、随分と神秘的な場所ですね。触れると危なそうだからまっすぐ行こうぜ。そうですね、紫色のレーザーのようにも見えるので触れないように行きましょう。ではまっすぐ洞窟を進んでいきますかね。だいぶ進んできましたがまだ出られませんか。特段危険はねえからもっと早く行こうぜ。いや、そういった油断した時が一番危ないのです。念のため、念のため、先ほど使ったスキャナーを使って近くにマグマがないか確かめていきましょう。では装置を切り替えてと。これでよし。ではスキャニングしていきたいと思います。近くにマグマなどはあるでしょうか。これは水とマグマが表示されていますが、この真下に溶岩があるようですね。これは1マス掘るとマグマダイブといったところですね。なるほど、こんなにも近くマグマがあったとは。マジかよ、さすがはミスターブラック。いかなる時も油断してはなりません。では先に進みましょう。さ、着きましたね。ここがすまない先生が生まれ育った故郷、瑞穂の国です。よし、すまない先生の洗脳を解く方法を探しに行こうぜ。ですね、ですが一体どうやって探したらいいでしょうか。これはすまない先生が至る所に飾っていますね。そうでした、すまない先生は瑞穂の国の英雄ですからね、祀られているのでしょう。ここに行商人がいますね。ひとまず話を聞いてみますか。洗脳を解く方法、悪いけど知らないね。知らないみたいですね。では手当たり次第聞き込み調査といきますか。片っ端から
情報を集めてっか。それが一番最短の方法ですね。では聞き込み調査を。何でしょうか。写真が飾られていますね。あれは、あの人物は間違いありません。ミスターバナナからもらった写真の人物にそっくり。いや、本人ですね。なぜこんなところに写真が飾られているのでしょう。何か書いてありますね。要注意人物。要注意人物とは一体どういうことでしょうか。何かお困りかい。誰でしょうか。わしは瑞穂の国の村長じゃ。何か困ったことあるかい。瑞穂の国の村長さんか。この国のことなら何でも知っておる。気軽に聞いてけ。では一つ、この後ろの人物は何者ですか。なぜ要注意人物なのですか。そやつはヘビ一族の幻術使いだからさ。幻術使いだって。つまり人を洗脳したりすることができるということですか。だあ、そいつは人の記憶をいじって洗脳みたいなことをするのさ。ちなみに洗脳を解く方法はないんですか。洗脳を解くためにはこの国の真上にある天の国へ行くといい。そこに行けば洗脳を解く方法がわかるだろう。ありがとうございます、村長さん。ここはどこだ。ここはヤマタノオロチが封印されている場所ですよ。先ほど貯めた闇のエネルギーを使って今からヤマタノオロチを復活させるのです。ついにこの時が来たか。これが天の国ですか。確かに瑞穂の国の真上にありますね。天国のような場所といったところですね。ひとまず洗脳を解く方法を探そうぜ。そうですね、人の気配はありませんが、ひとまず誰か探していきましょう。それにしても随分と広いところですね。階段きついな。ここ足腰が鍛えられていいのですが、さすがに疲れますね。誰かいるようですね。あれが天の国の人たちのようですね。すみません、あなたが国のリーダーですか。はい。一体どうなされましたか。実はすまない先生という人が闇に落ちてしまったのですが、それを解決する方法はないでしょうか。すまない先生が。何か方法はありませんか。ございます、こちらをお使いください。これは聖水と不死のトーテムですね。その聖水をすまない先生に与えればすまない先生の闇は晴れるでしょう。それと不死のトーテムは人の傷を即座に回復できます。なるほど。私とミスター銀さん、それに加えてあと一人戦いに行けるということですね。はい、すまない先生の場所は分かっています。そちらの座標へ向かってください。さあ、皆さん負傷していますが、この中だったら誰を連れていくべきでしょうか。あなたに決めました。よろしくお願いします。それではヤマタノオロチを復活させるぞ。このたまりにたまった闇のエネルギーでヤマタノオロチを復活させる。
なんだあれは。わかりませんが、破壊した方が良さそうですね。それでは作戦通り行きましょう。わかった。すまない先生を元に戻すんだな。このレールガンを使って先ほどもらった聖水を弾丸としてすまない先生に打ち込みます。ミスター銀さん、それでは聖水を。よし、わかったぜ。チャンスは一度きりです。気づかれたら勝機はないでしょう。でもいざとなったら頼むぜ。それではヤマタノオロチを復活させようではないか。しまった。もう少しだったんだが、逃がしません。消えた。すまない先生、元に戻ったんですね。さすがに今回ばかりは手を焼きましたね。ん？どうした？すまない。え？あれ？僕は一体。ん？すまない。